はい、こんにちは。カウンセラーの山本由美です。今日はシャワー浴びてヨガの娘がうるさいヨガ の、 あの打ち上げっていうのなんていうのオフ会で、ね、会いに行かなきゃいけないんでプレゼント買ったりとかしなきゃいけなくてね、結構今日頑張んなきゃいけない日、私にとっては社交生活普段あんまりしてないんで、ヨガのレッスンとかだともう先生の役割をすればいいので全然疲れないんですよ。だって先生って偉くていいわけじゃん。私ね、もう最近瞑想して本当わかるのが、自分が偉い立場とかなんか先頭切ってやらなきゃいけない立場っていうことをやっちゃいけない、だから自分の意見を言ったら怒られるっていうのがさ、ちっちゃい頃からあるから、やっぱりそうやってあなたはこうした方がいいわよとかなんかこうしましょうみたいなのをガッツンガッツンやりたいのにやれない、やっちゃいけないみたいな。でなんかさ、カウンセリング受けてなんかこう私の意見を押し付けちゃいけないっていつも思うんだけど、みんな聞きたいんだよね、エミーさんはどう思いますかみたいな、結構ガッツリ言ってほしいみたいな人が私のところに来るわけじゃない。こういうふうにさ、はっきり意見を言ってほしい。もうなんとなく傾聴させてもらって、こういう感じですよね、大変ですよねじゃなくて、お前間違ってんよっていうことを言ってもらいたいがために来てるのにもかかわらず、そこにそれにちょっと罪悪感を感じたりとかして、なんか話を聞くのが長くなってしまったりとかすることが多いんだけど、実際みんな答えを聞きたいよね、お前こうだろっていう。それがなんかちょっと怖いんだよね。だからその言っちゃいけないみたいな、親との関係とのことで、でもそれをやるとすごく気分がいいしっていう話を今日思っていたんだけど、もう一つあるのがよくあるお話で、やっぱ人間人といるとめっちゃ疲れるんですよねみたいな、すごい疲れるんですよみたいな、すごい例えば好きな人とかその嫌な環境でいるんならしょうがないやん、嫌な環境じゃないんだけどなんか人と会うと疲れるとか、どうしても疲れますみたいな人って多いと思うんですよ。でなんか私は家系なんでみたいな、家にいるの好きなんでとか、ちょっとニートなんでみたいな方って多いと思うんですよね。それなんだけど仕事はしたいとか成功したいとか、なんか野望は持っているみたいな。で本当にニートの人ってあんま野望がないというか、あとなんだけど、そういうわけでもなくてっていう、そこら辺のお話をしようと思うんですよ。ちょっとその私のやっちゃいけないことに近いんですが、やっぱりね、人と会って疲れる時っていうのは何かっていうと、自分の役割をやってしまう時なんですよ。例えば私が今日ヨガのレッスンなんかオフ会ちょっときついなって思うのは、ヨガの先生だったら自分キャラなんですよ。本当は偉い先生みたいな、偉そうに語ってればいいし、はい今日これやりますよこれやりますよって超仕切ればいいよ。じゃあその場を仕切っていくわけですよ。はいじゃあレッスン、みんなさ、なんかさ10人とかさ9人とか来るわけレッスンに。だからさ、もうおしゃべりとかもすごくて、最初さおしゃべりやめさせなきゃいけないのよ。だからはい始めますよみたいな感じで、はいっていうさ、でもさ、なんかそういうのもすごいちっちゃいことなんだけど、どんどこ仕切っていかなきゃいけないね。なんかこうでもう前を向いてバーってやっていくわけじゃんレッスンでも。でもさ、そういうさ、なんかさこう、お互いのなんていうの、そのオフ会とかだとそういう役割をやっちゃいけないみたいな、私いい人だしみたいなさのに入るわけね。でそこの考え方としては、やっぱり私いい人の役に見せたいとかさ、自分じゃない自分をさ見せなきゃいけないってなるわけよ。そこになると、だからやっぱ先生だし、もう変な場所ところは見せちゃいけないと か、 なんか友達とただ単に飲みに行くんだったら、なんかそれこそさ、いやなんとかがさとか言って愚痴とかさ、娘の自慢とかすればいいけどさ、そういうのもいけないしとかってなるわけじゃない。だからなんかそこでやっぱり自分じゃない自分を演じなきゃいけないっていうところは何かっていうと、やっぱり自分じゃない自分だと愛されないとか変に思われるとか、やっぱりそれをすごい瞬時にやってるんだと思うんだよね。なんかこうやっぱりこう、知らない人ばっかりのところだと嫌われるとか、私本当イタリア語とかさ別に喋れるんだけど、やっぱ緊張するんだよ。そういう時ってなんかちゃんと喋んなきゃと思うから、なんかうわうわうわってなってさ、何言ってるかよく分かんないよっていう話になるんだけど、なんかそういう風にして自分じゃない自分を演じなきゃいけない時というのはやはり疲れますね、はい、疲れるし、
あとやっぱりそこには何があるかっていうと、半端じゃない人目ですね。だから人目、その場所に行ったり人が好きだとかそういうことではなくて、人目を気にしていればいるほど、それはどんないい人であっても疲れます。いい人と一緒にいても、だってその人がどう思ってるんだろうとか、どう思うんだろうとか、何感じちゃうんだろうっていうのが、そっちでエネルギーがいって、自分なんか猫とか犬とかってさ、そういうのないやん。でさ、自分がさ、なんか、うん、の知らないとこ行ったらワンワン吠えられるしみたいな、ああいう人、ああいう感じだったら疲れはするけど、まあいい疲れっていう感じだと思う。でも人間っていうのは猫とか犬と違うから、もうなんか知らない人のところでも微笑んでなきゃとか、仲良くしなきゃとか、あとなんか怖いって思ってないふりしなきゃとかもそうだし、いい人だと思わなきゃいけないからいつも明るくいなきゃとか、変な話しちゃいけないとか、こうふなんかそういうふうにして、やっぱなんていうのかな、人がどう思うかっていう方向に、エネルギーを注いでいたらやっぱりすごく疲れます。なんかこう、うん、結局自分がストレスがないことっていうことに注意を、人が多くなればなるほどしない限りは、その付き合う人や、環境や、まああれですよね、その動かしていくエネルギーとかお金が増えれば増えるほど、そういうふうに他人にどう思われるかっていうことは増えていくわけじゃないですか。まあその孤高の小説家とかだったら、まあ一人で書いていればいいだけなんで、うん、でもそういう小説家とかでも多分批評とかさあるとは思うんだけど、まあ多分村上春樹さんとかそういうのをさ、何億人、何億人に読んでもらっててもさ、何億人と付き合うわけではないっていうのがあるのかもしれないけれども、普通の人間の人生としては、やっぱりその人にどう思われるんだろうって思えば思うほど辛くなる。まあだからその、まあ、小説家とかだってそうだよね。自分はどう思うっていうところを突き止めてる人の方が面白いと思うし、そういう作品を読みたいと思うので、やっぱりそこには他人にどう思われるかっていう、そのでそれは親の声であったりとかするわけよ。だから何度も言うように、だから私が言ったように、その偉いって親の声だと、大体私の場合は偉いって偉そうにしちゃいけないとか、自分の親の反対意見とか言うと本当に怒鳴られてきてたから、やっぱり人との違う意見を持っちゃいけないって思うから、その思った時に言わないし、なんかさ、ふーんってなんかすごいちょっと偉そうな遠く目線みたいなさなったらさ、やっぱそんなには好かれないよねっていうのはあるじゃない。ね、もちろん、合う合わないとかもすごくあるから、そんなのどっちでもいいんだと思うんだけど、そうですよねっていうのがあって、なのでやっぱり人目を気にする自分っていうのが、親の声を気にしてる自分のことが多いから、もうその私も乗り越えてるとは思うけれども、でもやっぱり自分の意見をちゃんと言うとか、自分らしさを出すとか、なんか自分が旗振り隊長にならなきゃいけないっていうことを忘れがちです。なんかそれは人より目立つとかそういうことではなくて、自分の世界でね、自分の世界でちゃんと旗振っていかなきゃいけない、こっちですよこっちですよっていう、そのまあ、例えば私の場合はカウンセリングとかセクシュアリティもそうだし、子供との関係とかもそうな、まあ、子供との関係とかは結構私旗振っているから大丈夫なんだけど、やっぱそうするとその子はついてこなくてもいいんですよ。自分が旗振ってるだけでいつか気づくっていう感じ、なんかね安心してくれるんだよね。子供と見てて思うのは、私子供との人生と全く違くて、本当に私いつも振ってんの、こっちこっちみたいな、あーみたいな、こういうのがいいよーみたいな。でも娘たちは絶対真似しないんだけど、私のでもすごい安心してる感っていうのはあるのね。なぜかっていうと私が旗振ってるからって、だから間違っててもいいんだけど、本当に自分責任で旗を振り続けるっていうことをして、それをするのはなぜかっていうと、その人目を気にせずに自分の人生、自分らしく、自分らしくっていうか、演技しないでどれだけ人といられるかっていうのが、その疲労感を減らすし愛される理由になりますね、やっぱりね、はい、
ということで、今日もご視聴ありがとうございました。